刃とは、死がが創生した状態のこと。特に上顎ご剣士の定位、唇が定位を指す、通俗的表現。お芝、天派、鬼歯とも言う。雁骨の劣成長や乳歯の脱落遅延などによって生じる現象であり、永久場が正常に放出するためのスペースが確保、できない場合に発生する。また、先天的な歯間幅や骨格によっても左右される。 魔性石鹸の刃先人を由来とする。八重山と同じく、古代では八重、八重、八重、を、八重、八重、と発音していた。古代の剣は、芯が厚みを帯び、切っ先は、先端が尖り諸刃になっている。この形状が、八重刃と酷似していたため、また先端が尖っているため、糸を噛み切るのに都合がよく、糸切り刃とも呼ばれる。古事記によると、紙編をし、岩み子は、 八重場で歯の先端が三つに割れていたことから、四辺のお芝王とも呼ばれた。創生とは、歯が大きく、顎が小さいなど歯の大きさと顎の大きさのアンバランスにより、歯が顎の正しい位置に収まりきらなくなり歯が重なったり、ずれたりと歯並びがガタガタになった状態。一般にラングイバと呼ばれることが多い。逆に歯が小さいなど歯並びに隙間のある場合は、空撃という。 欧米ではドラキュラの牙に見えるなど悪いイメージがあり嫌われている。反面日本では笑顔のアクセントとして魅力の一種とされ、刃を可愛いというのは日本だけだと言われる。古くより刃の芸能人が多数存在し、特に高い知名度としては一種の雅子や可愛いナ子が知られている。漫画やアニメーションでも多数存在したが、特に近年はソーシャルゲームなど、 マニア向けのゲームアニメの普及に伴い、刃を持つキャラクターが、夫愛と共に増加の傾向にある。描き方としては、口を開けると三角の歯だけが見えるというのが基本だが、2010年代後半からは、口元の汚染自体に三角の歪みがあるという、一見口そのものが歪んでいるように見える作画が流行している。発祥は不明だが、 作品の大ヒットで知名度の高いキャラとしては、ゆるキャンの犬山葵などが知られる。生活習慣病予防のための健康情報サイト。厚生労働省。2020年9月18日閲覧。柴田康則。あなたにもわかる。優しい歯科矯正の話。名林歯科保健技工学雑誌。第2巻第1号。名林短期大学。1999年。 64から69ページ、土井、10.34358、000069 00。田中信子、加藤康夫、歯科衛生科学生の歯科審美に対する意識調査第2報、鶴見大学起用。第3部、保育、歯科衛生編、第49巻、鶴見大学、2012年3月、87から93ページ、土井、10.24791。 零零零零零八八ありがとうございます。